第102回全国高校サッカー選手権大会福島県大会の決勝戦が今キックオフされました。画面の左から右へと攻めていきますえんじのユニフォーム、こちらが大会3連覇14回目の全国を目指しています尚志高校です。対する右から攻める青いユニフォーム、こちらが11年ぶり2度目の全国を目指す聖光学院です。来ています。ここで決めたら面白い。ナイスボール、向かってファーサイド取り返せるか、シュートに行きました。もう一回コーナーですね。今度はアウトスイングのボール、小川大将から蹴り込んでいきます。25番の斉藤正樹、聖光学院、身長182センチファーサイド、ニアには渡辺弘、自分の方に向かってくるボールなんでね、叩きたいと思う。ナイスボール、ナイスボール、ヘディングシュート、鈴木優真のヘディングシュートでした。最後はチームのキャプテン、こちら笑顔も見られます5番の鈴木優真のヘディングシュートでした。縦先だ、しかしまだある安西、7番の安西です。早い、安西切り込んだエリアの中、マイナス、後ろから2列目のハンダのシュート、ナイスセーブ、1番の井上コーター、ここ集中したい、伸びるボール、ファーサイド、シュート、ここも井上だ、最後は頭を抱えました3番の高瀬大也のヘディングシュート、ただここも守護神が立ちはだかります、井上コーター。尚志高校は決めたかったでしょうね、井上君はナイスセーブです。10番の若林大輝、低い姿勢でお尻を落として素晴らしい、クロスが入った、ファーサイドヘディング、佐藤優太、12番の佐藤優太です。尚志高校はゾーンなので、はい、上から叩きたいっていう意味で4枚ファーサイドに置いてるんだと思います。さあそのファーサイドが、こういうボールです、こういうボールです、吉田のヘディング、そう、斉藤正樹、セカンドボール、セール、お互いまだある、まだ来てる、押し込みたい、成功が、吉田のヘディング、どうだ、ポスに当たった、押し込みたい、わずかに左、オフサイド、誰だ、11番の吉田智樹が飛び込んでいきました。少しお腹を抑えて立ち上がることができませんが、これリプ尚志高校佐藤です。ボールはこぼれてきますからね、7番の安西、安西切り替えた、シュートに行きました、ポストに当たる、こぼれている、押し込んだ、最後は12番の佐藤優太、先制点は尚志高校、手元の時計で前半の33分、ピンチの後にはチャンスが来る、チャンスの後にはピンチが来る、でも今入れられた後、はい、聖光学院の選手たち自分たちで集まって声かけ合ってました、うん、この聖光学院は今大会初めて先制点を許すということになりました。おお早い、9番のアジロヒユです。どんどん仕掛ける、アジロ慌てず対応しろ、していく中には14番の藤川だ、と笛が吹かれました。白石だ、来た、直接フリーキック、尚志高校追加点、5番の白石蓮、チームの副キャプテン、今大会初得点、キーパーの井上一歩も動けませんでした。お見事の一言です、はい、完璧でした。見てください、壁を越えて、もう完璧です。これは白石を称えるしかないという、その通りです。飛んでるんですけどね、壁も、はい、いや少し縦崎くんですかね、タイミング合ってなかったかもしれません。わずかな隙間通していきました、迷わず振り抜け、そこに突っ込め、そう、小川大将のボールだ、いやいや、これはよくしのぎました角田龍太郎、遊佐さんの言った通り、角田君よく最後まで動かず、ボールに反応しましたね、キーパーとディフェンダーの間の絶妙なところに10番の小川が落としていきました。ただそれをしのぎました角田龍太郎です。見てください、一番いいところに来ました、ここが一番難しいんですね。そうです、聖光は戻れ、右へ、早い、アジロヒユ、早い、アジロ右足、よくしのいだ井上コーター、ナイスキーパ ー、チームを救いました。アジロ君のストライド大きいですね、早い、ぐんぐん加速していくコーナーキックです。狙ってますね、ストレート系のボール、狙ってます、1番目、リングシュート、3番の高瀬大也、チームにとって大きな1点、3点
ましたね、中に9番の網代と4番の市川、高さのある選手が走り込んで空いたスペースに待っていたのが3番の高瀬大也でした。前に2人が入ることによってスペースは空きました。これは練習から取り組んできたものだと思います、見てみましょう。ナイスストレートボール、市川君がしっかり競ってますね、3番の高瀬大也、今大会2点目、家の中シュートに行きたい、うおうまい、浜田早い、競っていきます、浜田かわしました、中には渡辺走っています、入ってきてる、素晴らしい、浜田から渡辺ユラーヘディング、わずかに右、3年間の努力が報われて欲しかった。部員131人を束ねるキャプテンです。出られない選手の思いも背負って戦うのがキャプテンの使命と話をしています。応援なり合いません、聖光学院も、ファーサイド渡辺も来るが井上光太抑える、ここで試合終了の長い笛、高々と手を挙げました20番キャプテンの渡辺由良、3年連続尚志高校14回目の福島の頂点、準決勝から強さを見せて県大会を制しました。堂々と全国の舞台へと乗り込んでいきます。顔を上げて整列してほしいですね。素晴らしい戦いでした。試合が終わった後ピッチにひざまずきました、青の聖光学院、9番の渡辺博、今腰に手を挙げて仲間を迎え入れています。チームを救うヒーローになってほしいという思いを込めて渡辺博という名前が付けられました。ただ最後までチームを引っ張る素晴らしい活躍を見せました。涙はありません、悔しさが溢れてますね。そうですね、そして尚志高校の選手も聖光学院の選手に手を差し伸べて、いいフェアプレー精神ですね。素晴らしい戦いを見せてくれました尚志高校と聖光学院、ありがとう。3対0、尚志高校が全国切符を手にしました。